の大人気のキャラクターグリーメン紹介をしたいと思います。じゃん、私が遊んでたようにこれねお人形さんでもあるんですけど、なんとくるん後ろのここに穴が開いててティッシュカバーになってます。ティッシュの入れ方は後で説明するので皆さんお楽しみにしていてくださいね。これこうやってお部屋に飾っててもめっちゃ可愛いし、あとねこれはぜひみんなに抱いてほしいんだけど、抱き心地がほんと最高で離したくなくなるぐらい可愛い。こいつなんかずっと見てたら愛嬌出てきた。まあ今日は私が連れて帰りたいと思います。じゃあこの後は説明をするので皆さん引き続き見てください。このお尻のところからティッシュケースを入れていきたいと思います。用意するのはこの一般的な箱ティッシュで、ね、背中のところから手を通してもらってこの、ね、片方をグッと引っ張ってあげると、あとは最後トントンと枕カバーを入れるような感じで押し込んであげると、あら簡単に背中からティッシュが出てきます。みんな使ってくれよ。